きょうの巡視に参加した国土交通省と県、市や町の防災担当者は、白川が増水した際に堤防の高さが足りず水があふれる可能性のある場所などを確認しました。国はこうした場所を重要水防箇所に指定していて、それぞれの場所で土のう積みやシート張りなど水防工法を定めています。今回の合同巡視では川の水があふれる恐れがある際にどのような対策を行うか情報の共有を行いました。気象台さんからですね、出るような情報をしっかりですね、皆さん確認していただいて、早めの避難をですね、心がけていただければですね、という形で考えてございます。